日本におけるユダヤ教的な部分、聖書の影響と、この部分抜きに歴史っていうのが語れないというぐらい重要な部分なんですけど、日本史の中では完全に黙殺されている、そういう視点がなかったんだと思うんです。私たちが日本の古来の文化伝統の起源というものが旧約聖書ユダヤ教に、端を発していると。でおそらく前回お話ししたように、キリスト教に改宗したユダヤ人たちが持ち込んだものが日本に定着したろう。その大きな役割を果たしたのがおそらくハタシと言われる氏族、そういう一族の末裔の中に三井三菱っていうようなそういう財閥がおそらくいるのだろうというようなことを、簡単にお話をしたわけですね。で今回その部分をもう少し詳しく見て、ここまで来ると確信を持ってそうだとしか言いようがないというレベルのことをまとめてあります。で実はこれはですね、日本ユダヤ封印の古代史というラビ・マービン・トケイヤーという方の著作があって、非常に重要な本なんですね。ここに書かれているこの本の内容が、将来的には日本史というのが書き換えられるだろうという気がしますね。明らかな事実なの でどうして今までこういうことが知られてなかったのかっていうことなんですけど、やっぱりキリスト教とかユダヤ教ということに対する理解とか知識がなかったということでしょうね。でこの本を書いた方がもともとユダヤ教のラビなので、日本に来て住んでみて、これもユダヤ教これもユダヤ教っていうようなことがボコボコ出てくるわけでしょ。専門家ですからね。でそれで日本の歴史っていうのを再検討したところ、いわゆるザビエル以降キリスト教っていうことは考えられないっていう、その数々の証拠を集めてきたっていう、そういう本なんですね。で前回と今回に2回にわたって続けてこの部分を掘り下げるっていうのは、僕がこれからお話ししようとする天上の神々と の権力闘争ですね、ここと密接に関わってくるんです。この内容がで絶対に避けて通れないんですね。でこの内容をものすごくよく理解してないと日本史の本質的な部分がわからないっていうことなんですね。ですからここの部分はね、突っ込んで調べないといけないということになります。1ページをざっと目を通してください。そこに絵が描いてあって、イスラエルの契約の箱、もちろんこれは想像図なんですね。聖書の中に書かれている記述、例えば箱の大きさがどのくらいだとかと書いてありますから、それで想像して書いたものだと思うんですけれども、それと右側の写真、これは日光ですね。二荒山神社の神輿を担ぐ日本人ですけど、これは似てるとしか言いようがない。この二荒山の方を見て書いたんじゃないかと思いたくなるぐらい似てますよね。これね、この宇佐神宮でしたね。これ宇佐神宮のホームページを開けてもらったら出てきますのでね。